大正を生きた人物の名言30選。人生は一箱のマッチに似ている。重大に扱うのはバカバカしい。重大に扱わなければ危険である。芥川龍之介。信念というのは伝説や理論によりて外から与えられるべきものではない。内より磨き出さるべきものである。西田喜多郎。個性の優れる方面にお手本の踊りじし無なき表現をなせ。宮沢賢治。僕の将来に対するただぼんやりした不安。芥川龍之介。原始、女性は太陽であった。平塚雷鳥。初恋ははしかのごとし。何人も一度は免れずして経験し難しい。長谷川如是観。前途は遠い。そして暗い。しかし恐れてはならぬ。恐れない者の前に道は開ける。池。遺産で。小さき者よ。有島武雄。努力だ、勉強だ、それが天才だ。誰よりも、3倍、4倍、5倍勉強する者、それが天才だ。野口英世。僕は芸術的良心をはじめ、道理不良心も持つて見ない。僕の持つて見るのは神経だけである。芥川龍之介。良きことを思えるは良きことを思えるに過ぎず、悪しきことを思えるは悪しきことを成したるなり。長谷川如是観。女性が英雄を好むのは、英雄に征服されようとしているのではない、英雄を征服しようとしているのだ。長谷川如是観。子供に対する母親の愛は最も利己心のない愛である。芥川龍之介。少女の恋はしなり、豊島の恋は哲学なり。長谷川如是観。志を得ざれば再びこの地を踏まず。野口英世。愛は地の極点である。西田喜多郎。我々の生活に必要な思想は道豊島に尽きたかもしれない。我々はただ古いた木々に新しい炎を加えるだけであらう。芥川龍之介。打ち下ろすハンマーのリズムを聞け。あのリズムの損する限り芸術は永遠に滅びないであろう。芥川龍之介。捨てられたる政治家の相互すると、破れたる靴の鳴るとは悲しい。長谷川如是観。正しく強く生きるとは銀河系を自らの中に意識してこれに応じていくことである。宮沢賢治。死の事実の前には生は泡沫のごとくである。死の問題を解決し得て初めて真に生の意義を悟ることができる。西田喜多郎。囚人は善科を誇り、宗教家は残業を誇る。長谷川如是観。外交官と幽霊は微笑みを持つて敵を威嚇する。長谷川如是観。女子の涙は勝利の涙なり、男子の涙は幸福の涙なり。長谷川如是観。清く正しき者は常に勝ちます。斎藤茂吉。生命は刹那の事実なり、死は永劫の事実なり。長谷川如是観。真実の知識は必ず意志の実行を伴わなければならぬ。西田喜多郎。私はただ私として生きていきたいと思うのです。松井須磨子。私は私のもの、私のただ一つのもの。私は私自身を何者にも代え難く愛することから始めねばならない。有島武雄。素人だからこそ玄人では気づかない正気がわかる。小林一三。自分のやりたいことを一生懸命にやり、それで人を助けることができれば幸せだ。野口英世。